エメリービル駅はアメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡、エメリービル市のユニオンパシフィック鉄道の線路に設けられたアムトラックの駅である。プラットホーム、駅舎、付属の駐車場はエメリービル市が所有している。カリフォルニアゼファーの西側の終着、始発駅であり、キャピトルコリドー、サンホワーキン、コーストスターライトの停車駅である。この駅は、 サンフランシスコの玄関口になっていて、当駅とサンフランシスコ市内の間には、アムトラックの連絡バスが列車の発着に合わせて運行されている。駅はベイブリッジの近くにあるため、サンフランシスコとの行き来には適した場所と言える。エメリービル駅はかつて、オークランド市にあったオークランド16番通り駅の代わりとして開設された。16番通り駅は1912年に、 サザンパシフィック鉄道の駅として開業し、後にアムトラックが使用するようになったが、1989年のロマプリータ地震で駅舎が大きく損傷してしまった。そのため隣接する建物を駅舎に使用していたが、1993年に新たにそこから 3km 北のエメリービル市内にエメリービル駅が作られ、16番通り駅は翌1994年に廃止された。 それに伴って、カリフォルニアゼファーの営業距離は 3km 短くなった。なお、1995年には、旧駅から 5km 南に、新しいオークランド駅として、オークランド・ジャック・ロンドン・スクエア駅が開業している。バートは、エメリービル市内を通っていないが、エメリービル市が無料のバス、エメリーゴーラウンドを運行しており、これを利用すれば、 エメリービル駅からバートのマッカーサー駅に行くことができる。ベイブリッジにつながる週間高速道路8号線の出入り口が駅から数百メートルのところにある。エメリービル駅の正面入り口はこの街の繁華街から見ると北の方角になり、かつ線路の反対側である。そのため駅舎周辺は人通りもあまりなく旅行者が利用できるような店はごく少ない。 多くの商業施設やホテルは、駅のホームから古泉橋を渡ったところを通る、シェルマウンドストリート沿いとその周辺に集中しており、徒歩あるいは、無料のバス、エメリーゴーラウンドで行くことができる。この街の繁華街、ベーストリートは、古泉橋から南500メートルに位置している。アムトラックファクトシート、FI2013、ステトオブカリフォルニア、 アムトラック、2014年6月10日閲覧。エメリーゴーラウンド、ホリズルートスケジュールマップ、ハットエメリーゴー、ラウンドシェルマウンド、パウエルルートスケジュールマップ旧オークランド駅の駅舎は残っており、修復再利用の計画が進行中である。ただし被災、倒壊後にルートを変えて再建された、間高速道路8 8号線が線路と駅舎を分断しているため、 今後駅として復活する可能性はない。カリフォルニアゼファーはジャックロンドンスクエア駅が開業して一度そこまで延長されたが、改装時に併用軌道があるエンバーカデロ通りを後ろ向きに運転しなければならず、手間がかかる上に危険なので、結局1997年に終着、始発駅はエメリービル駅に戻された。なお、駅と車両基地は、 シカゴ側から順番にエメリービル駅、車両基地、ジャックロンドンスクエア駅と並んでいる。エメリービル駅から北へ二駅のリッチモンド駅では、アムトラックとバートのホームが並んでおり、直接乗り換えが可能である。しかし、駅周辺の治安が悪い、無人駅である、手荷物扱いがないなどのことから、リッチモンドの理解はあまり積極的には、紹介されていない。また、 南エフタ駅のキャピトルコリドーのみが停車するオークランドコロシアム駅でもバートへ乗り換えが可能である。サンフランシスコ市内のバス停留所は数箇所あり、どこを利用するかは乗車券購入時に選択する。列車との接続は保証されている。カリフォルニア州法の規定のため、列車に乗らないバスのみの利用はできず、バスの乗車券は 列車の乗車券と一緒に購入しなければならない。ベイブリッジを渡るサンフランシスコ業はトランスベイ料金で4.2ドル、その他はローカル料金で2.1ドルである。ありがとうございます。